はいどうも、モンキーです。今回は西部シシバナヘビの床材交換と床材の紹介をしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは、どうぞ。それでは、やっていきたいと思います。ちょうど小井太郎くんが排泄物をしていたので交換していきたいと思います。ちなみに以前我が家ではこのような広葉樹マットを使用していました。こんな感じだったり、こんな感じで。けど、ある日ピンクマウスをあげようとしたら、ピンクマウスにこの広葉樹マットがくっついていて、一緒に食べてしまったんですよね。いろいろ床材を探してたら、今から紹介する床材にたどり着きました。それでは、紹介と同時に交換していきましょう。それでは、交換していきましょう。よいしょ、こいちゃんごめんね。で、水入れも取ります。よいしょ、こいたろくも取ります。こいちゃんごめんね、餌じゃないよ。よいしょ、こいたろくも一旦ちょっと避難します。よいしょ、で、これを取ってと、こうやって、次にこのエキゾジアで中をちょっと消毒していきたいと思います。よいしょ、こんな感じで。で、待ってる間にちょっと水入れを、新しい水に交換していきます。そしたら裏返ってもらう。そしたらこの中のきれいにしていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、気になるね、こいちゃん気になるね。ちょっと待ってね、今から今きれいにしてるからね、こいちゃん。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。綺麗になったかな。よいしょ、 OK。 ここで紹介するのが我が家で使っているこの床材、完全にペットシーツなんですけど、私が使っているのはちょっとあれやな、ちょっと待ってくださいね。私が使っているのはこちらの心根さんのペットシーツになります。見ての通り800円です。800円で50枚入りです。我が家のシシバナちゃんたちはこちらを使っています。中身はと言いますと、こんな感じのが入っています。これを、ごめんね、こいちゃん、このデジタルボックスにセットしていきます。よいしょ、よいしょ、こんな感じです。見てください、ぴったりぴったりフィットです。よいしょ。それとここにきれいにした水を入れます。あとはこのかわいいかわいい小井太郎くんを入れるだけです。よいしょ、はいよ、よいしょ、よいしょ、これで完成です。もう一度言います、我が家で使っている床材はこの心根さんのペットシートになります。危うく噛むところでした。ちなみにこんな感じです。中はこんな感じです。ちょっともう一回、こんな感じです。レプタイルボックスにぴったりのサイズになってます。
以上です。これで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画を見てよかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではカイトくんじゃんけんの方に移っていきたいと思います。どうぞ。はい、どうぞ。最初はグーいいんじゃほい。カイトくんが出したのはグーです。視聴者の皆さん勝てたかな。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。